今回は全国にゲームセンターを展開しているハピピランド協力のもと東日本を旅してきました。まず最初に向かったのは福島県。8時半に鹿児島を出発して店に到着したのは16時。今回はここをスタート地点として次の目的地に進む予定です。この旅のルールは至って簡単。店員さんにおすすめの店舗を6つ挙げてもらい、行き先をサイコロで決めるというもの。5店舗回りきったら旅終了である。今回想像を絶する過酷な旅になることをこの時のもっかいはまだ知らないのであった。さあということで福島駅に着いたんですけれども、我々もっかいチャンネル福島県初でございます。もっかいチャンネルというか自分自身も初でございます。まずはですね、ハピピランドドンキホーテ福島店の方に行きたいと思います。福島思ったよりも寒くない。まあ今日がたまたまだと思うんですけど、普通に T シャツとユニクロの上着だけでやっていけてます。ハピピランドドンキホーテ福島店到着しました。では早速向かっていきます。では記念すべき1台目はこれにしました。段差式橋渡しなんですけど、これだけ段差があればある程度動かすパワーがあれば簡単に取れるんじゃないかということでこちらにしました。記念すべき福島初プレイ一発目どうでしょう。始まり滑り止め効いてないね。真ん中の滑り止め効いてないんでこの辺狙って、まあ、多項制限はついてるのか。おおおおおいいハマり方。うまくいけば次でゲットできると思う。加工制限ついてるんでね、多分手前からこうひっくり返した方が確実だと見た。よし、福島一発目1分30秒で景品1個取れました。ありがとうございます。こちらはですね太詰めなので一応ちょっと BC するんじゃないかなと見てやってます。おおっちょっと斜めにしますか。右詰めかかるかな。斜めでよし完璧。あとはもう一気に弾きますか。もう手前狙いたくなる気持ちもあるんですけど、こういうのって大体奥なんですよね。あ奥移動限界ここだ。このまま行きましょうか。いけ最高ですね。某日本一取りやすい店舗みたいな、なんかそういう感じの設定ですね。これ結構橋渡し全体的にパワー入ってて取りやすいかもしれないです。この設定見たらやらずには入れません。しかもなんかこれ良さそうなんだよな。下まで下がれば取れると思う。場所はいい。結構下がるね。いけそういけそう。おいいね。やば始まってるわ。移動制限チェックと思ったらここまでしか行かなかったです。めっちゃ下がります。いやおかしいな。さあ結構ね手前がギチギチなんですよね。なんか引っかかりがいいんだよな。左のパワーが強いんかな。まあ、爪の角度はいいんですけど見えますかね。結構ギチギチでしょ。こういうのはね厳しい気がするんだけど、この台に関しては何かありそう。本当これ試行錯誤ですからね、この台に関しては。ついた。うわ下がる台は正義ですね。お次の台なんですけど、この鮭逃げ回ります。捕まえてみてください。ツイッターでバズったやつよね。一応入ったかな。あ一応入りましたね。おおおえ落ちるやん落ちるやん。ネタに走った方がいいのか、結構うまく取るのがいいのか。まあ、これ普通に縦向きにすればね多分取れますよね。おおおおおさあということで、カプリチオリフトを発見しました。ケーオッケーオッケー、引っ張る。ああ、こうなったらいけないんか、そういうことか。うわあ、まあ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 、100円で1本やったら全然いいか。よし、実は今回の旅は各店舗で2つのミッションが課されている。1つ目はそれぞれの店舗が作成するなだれ設定をクリアすること。もう1つは各店舗でもっかいがオリジナル設定を作ることだ。福島店で作成したブースはチップスターが景品の橋渡し設定。最近いろんな店を巡っているが、滑り止めが機能していない店舗が多く見られる。今回は滑り止めが効いてない設定を東北の人にも練習してもらいたいと思い、このブースを作成した。200円3プレイ、橋幅広めのパワーマックス設定をぜひ攻略してもらいたい。ちなみにもっかいの最短は2手だが BC もするため1手もありえるはずだ。こちらの2ブースっていう感じなんですか。これうまい棒何本ぐらいですか。これなんと1000本入ってます。1ブースに1000本入ってます。なるほど。でこの僕たちの動画上がった後も一時は展開されるって感じなんですよね。はい。ありがとうございます。これむずそうやな。意外といいんじゃないこれ。3回目。これさ、リングがちっちゃいからさ、ちょっとそれが難しいんですよね。ワンちゃん、おーしー。さあ、ということでただいまの時刻9時48分ですね。一作目ちょっと失敗しちゃいましたね。内緒で、はい、何回かこのリングが棒に入ったんですけど、ちょっとうまくいかなくて難易度をめちゃくちゃ下げていただきました。リングの大きさを2倍にしてもらって、チューブもちょっとしかなかったんですけど5センチぐらいに伸ばしてもらったんで取りやすくなってるかなと思います。そうですね、もう従業員の皆さん誰もいなくなっちゃったんですけど、店長さんとね2人で居残り撮影をやっていきたいと思います。結構いい設定なんじゃないですか。おっけ、かかった、きた。おお、結構深く入りましたよ。やーやー、お願いします。今回ハピピランドさんに案件をいただいたということで、ハピピランドの金で僕はこの東日本を旅するわけなんですよ。おすすめの店舗を6つ書いていただいていいですか。でサイコロの出た目のところに行きたいと思います。なるほど。さあということで、次の目的地を決めたいと思います。はい、お願いします。早速読んでいきましょう。今、はい、可愛い店員さんがいるスーパー店。これね、可愛い店員さんがいるんです。最高っすね。僕の個人的な推しなんですよ。はい。僕の最初の推し、ゲームパラダイス01店。これは僕が初めてこの会社に勤めた時の最初の僕の上司がいるゲームパラダイス01店。はい。店長が僕の可愛い子供の店。これね、本当に21歳の若い男の子が店長やってるんですけど、やだ。前髪がね、ここまであるんですけど、前髪がさらってやった瞬間、つぶらな目がもうね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。年の離れた大親友、フランスアップして、もうほぼ同期なんですけど、58歳、58から年の離れた大親友、いつも傷の舐め合いをしてるこれ同い年がいる鴨川でそのままやってまいりました。運命のサイコロタイム。これではやってまいりましょう。何が出るかな、何が出るかな、それはサイコロ任せよ。6! 弘前青森です。実は一番行きたくなかったマジか11時でございます。11時ですか。予定より3時間押し。その後、弘前店の方に電話して、明日流れ作らないといけないぞという。なんで弘前の方大変ですよね。選ばれてしまったかみたいな。ということで、今から新幹線取って明日に備えたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ドンキホーテ福島店最高。ありがとうございます。ドン・キホーテ福島店に行った感想は、台数が多く全体的にパワーが強いため景品がよく動く印象でした。個人的にはお菓子が一番取れたので、初心者の方にもおすすめしたいと思います。そしてなんといってもレトロ筐体が数多くあり、カプリチョリフトをはじめとしたクレーン機や初めて見る筐体も多く見かけたので、マニアの方にもぜひ足を運んでほしい場所である。ただいま時刻の0時でございます、完全にやらかしまして、飯食うタイミング逃しました。これから適当に歩いて、なんか空いてる店に行きたいと思います。マッサージよりクレーンゲームしたいっす。クレジットサービスの方が好きです。福島はね、キャッチがめっちゃすごくついてくる。めんどくさすぎてカメラ回しちゃいました。まあね、そんなことより、ハビビランド行きたい。ハビビランド。おはようございます。時刻は10時でございます。この後早速弘前に向かっていきたいと思います。視聴者さんからいただいたママドールを朝食に、新幹線で約3時間、新青森駅に到着です。そこから南に40分、電車に乗ると弘前駅にたどり着きます。さあ、ということで弘前駅前に到着しました。ぶっちゃけ言うとね、マジで来たくなくて、さっき来る時、新幹線乗ってる時もなんかちょっと憂鬱やったんですけど、見てください。駅前のこの広場とか、着いた瞬間リンゴリンゴみたいな感じになってて、めちゃくちゃ雰囲気あって、ちょっとテンションが上がってまいりました。っていうか、もうすでに来てよかったなって思い始めてて、まあね、ちょっと観光っていう観光はできないと思うんですけど、まあゲームセンターも一緒に合わせて青森巡りもしていきたいと思います。とりあえずゲームセンターの方に移動していきます。橋渡ししていけばいいんじゃないかな。ありがとうございます。さあ、行きます。お、なんかあるなこれ。あ、なんか怪しい。あー、お、今結構いいかもね。あそこ奥乗ってた部分が外れたんで、もう普通に反動させて結構飛び出してくれるんじゃないかなと予想してます。よし、これもしかしたらテープとかに引っかかったかもしれないですね。ありがとうございます。リンゴの天使と出会いました。子供のために景品獲得を目指すお母さん、取れずに諦めたそうなので、もう一回の自腹で景品を取ってあげることに。するとそれを見ていた視聴者さんがたくさんいたので、全員に取らなくてはいけません。1時間かけて全員に取り終わった後、2人の JK と出会いました。この先の動画はそんな JK たちとの物語です。 UFO キャッチャーが得意かって、うまくはないけど UFO キャッチャーするお金はいっぱいあります。これはアームが揺れれば取れるかなーっていうやつですかね。やってほしい、やってほしい。え、動画出ても大丈夫？顔なしで、体もなしで、体もなしで、あ、足だけ。いやいや、もちろんもちろん。これ緊張するな。オッケー、いきます。早っ。うわー、ちょっと待って、これ難しいぞ。え、何年生？今高校生、何が流行ってんの？あ、そうなの？ちいかわじゃないの？え、あんまり。あ、そうなんだ。つまみ寄せができそうなんで、つまみ寄せでいきます。これが厄介やね。いけ。ただちょっとあからさまなんよな、この台。これ1回目ってことにして。これ今何回目？1回目。なんか奥行くよな。え、おぱんちゅう詐欺じゃダメ？いや、あれいい。あれでもあっちの方が俺得意なのよね。あのさ、1個お願いがある。あれ撮るからさ、カメラ持っててくれない？ありがとう。ちょっと待って、鼻息？いや、鼻息いいよ。オッケー、いくよ。うん、こっちの方がね、可能性は高いのよね。どう？鼻息入ってる？鼻息入ってます。マジでありがとう。多分おじさんたちが喜ぶよ。こっちが欲しいとかない？どっちでもいい。どっちでもいい。じゃ一旦こっち狙っていい？こっちの方が簡単そうなんよね。あ、やっぱりこれでいけるかな。いけ。よし、こっちやったら多分取りやすいな。めっちゃ良かった、いい台。あ、ねじれる。ちょっと待って、これ何回目？この台マジで当たり台だわ。多分何回やっても取れるような気がする。無料でいいよ。大人の余裕。え、いくつに見える？23。マジでマジでもう100個取ってやるわ。ダメだ、ちょっともう一回最初の位置にした方がいいかも。よっしゃ、いい感じだよね。からさ、おぱんちゅうさぎの魅力って何なの？かわいいんや。ああ、うちのメンバーに頭がもじゃもじゃしたもじゃっているんやけど、それもかわいいのよ。ちょっと今度見て。 YouTube。 そう、やべえ、今の会話使わんといかんわ。よかった、ありがとう、取ってくれて。これバイト代ね。じゃあ、はい、ありがとう。はい、どうぞありがとう。ありがとう。この店舗なんですけど、探せばですね、太詰めで結構角度のついた台っていうのがあるんですよ。でこの亀仙人も角度ついてて、見てワンちゃん、よっしゃ、あざっす。締める時のパワーが強かったです。取っ手を狙えばいいんでしたっけ。締めますねこれ。本当だ。今回弘前店では私こちら2ブース作成の方させていただきました。まずこちらなんですけど、普通にパワーはもう150入ってます。もう最強中の最強っすね。5条悟るぐらいパワー入ってるんで、結構 BC も普通にしますと。ただ滑り止めがついてないんで、これをどう攻略するかっていうのがこの設定のポイントなんですよね。でまあ一応自分はなんかこれちょっと何手でっていう最短までは狙ってテストプレイできなかったんですけど、一応ちゃんと取れることは確認しました。でやってみた感じ、最短4ではいけそうだなと。まあいろいろ押したりとかいろいろ試したんで、本当まあちょっと挑戦してみてください。こちらのブースはパワーはそんなに強くないんですけど、私がですね趣味で作らせていただいた台でございます。普通にここからでも落ちますし、ここからでも落ちますし、どこからでも落ちるようにはなってるんですけど、どうこう角を外していくかっていうのがすごく大事なゲームとなっております。本当は走幅広くてパワー激弱の橋渡しにしようと思ったんですけど、これでプレイしてみた感じ結構楽しい新しい設定できたんで、橋渡しの練習がてらやってもらえたらと思います。こっちは個人的には激ムズだと思います。こっちは面白い設定みたいな。ぜひ挑戦してください。撮影申請すればハピピランドは撮影 OK みたいです。お願いします。ということで弘前店では、なだれブースをなんと2つもご用意していただきました。こちらの懐かしき熊本の某僕がよく行ってる店舗ですねでやってた台なんですけど、こちらが1日5組限定でなくなり次第終了ということで、まあ、できるだけ長くやっていただけるということでありがとうございます。ちなみにこの設定はどなたが作られたんですか。あ、2つともですか。2つともです。たった一晩で。そうです。すいません、引いちゃってということで早速やらせていただいてもよろしいでしょうか。はい、入った。あとちょっと、これ結構ドンピシャに入れないといけない感じですか、もしかして。ちょっと1個言い訳していいですか。アームがこれねじれてるんですよ、最初から。結構くせ者っすよね。うわー、今横合ってたやん。ちょっと大事な、さっきまで合ってた奥が。よし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 、すいません。下まで入ってたら絶対ありましたね。ヒロロ弘前店に行った感想は、設定の作り込みと景品のラインナップがすごかったです。子供用から入荷数の少ないアニメグッズ、コストコにあるような商品まで幅広いラインナップが展開されてて、台数も結構ありました。1台1台丁寧に設定されていたので、同じ台でも沼りまくったり、逆に一手で取れたりと、プレイする人によって様々な結果になっていました。ゲーセンの店員の方は勉強になる部分が多くあるので、特に行くことをおすすめします。初めて行った人は難易度が高いと感じる台もあるかもしれませんが、始まる台も結構見つかったので、個人的には通いたいレベルでした。ここの店舗もお菓子が特に取りやすいかなと思います。すいません。案の定ギリギリまでプレーしちゃって、お店の閉店時間になっちゃいまして、ちょっと急いで出ないといけないということで出ました。で、終電もあと6分後に迫ってるんで、とりあえず歩きながら説明を伺ってもいいですか。次の店舗1番フィギュアが強い十日町、そして2番目の父後輩韮崎、韮崎って60手前ぐらいの山口店長の親友の方ですね。3キッズパーク面白い豊品、4番目接客アシスト第一古川、可愛い店員さんのいるところ4番狙いです。ダメだ、次明日千葉行かんといかんから、また上がらんといかんのか。5番割と最近オープン東大宮店、結構行きたいです、東大宮。6作り込みがすごい岩木店、ここですね。来ました。顔って映って大丈夫なんですって。ありがとうございます。可愛い。ごめんなさい、弟さんでしたね。すいません。何が出るか。それは3どこ3どうしたっけ、長野俺これ好きか。またお会いしましょう。ありがとうございます。またお会いしましょう。ありがとうございます。楽しかったです。もう皆さんありがとうございました。酒飲みたい、酒飲みたい、酒が飲みたい。お、ちょっと待って、ゆきいいの？終わった。また青森来るわ。マジか。終わった。最高すぎる。これ視聴者さんがおすすめしてくれた貝焼き味噌です。ローカルなチェーン店なんだ。いやマジうまいっす。ありがとうございます。時刻は2時半。青森ね、楽しすぎてあの後2軒行っちゃいました。もう最高、本当に最高。青森楽しかった。また絶対行きます。じゃあ明日は千葉です。おやすみなさーい。持ってきたのにね、俺タイミングですか。そうですよ、だってここ取ってきたお客さんとやったんだよ。あ、そっか、そうなんだよ。へえ、おっかいチャンネル最高。ありがとうございます。おやすみなさい。ありがとうございます。おはようございます。本日はですね、12月9日土曜日でございます。この後はちょっと一旦千葉に寄って、その後に長野に行こうと思います。昨日の夜は飲みすぎて記憶にございません。青森の夜めちゃくちゃ楽しかった。もうもじゃ連れてね。行きたいですね。まあ、やっぱ鹿児島と青森って日本の端と端じゃないですか。やっぱ言葉の訛りがまず違うんですけど、それ以外なんかこっちの方寒くても人の心はめっちゃあったかかったっす。では千葉に行ってきます。翌日千葉でイベントを控えているので前半戦はここで終了です。駅には1時間以上前に着いていたのにもかかわらず青森駅と新青森駅を間違えてしまったので新幹線に乗り遅れました。次の便に絶対乗らないといけなかったのに、唯一空いてた席はグランクラス。普通席に1万円プラスして乗る新幹線は最高でした。ハプニングも旅の醍醐味ですよね。次回もお楽しみに。